こんなに綺麗にラッピングしてもらって、私、高級リンゴになった気分だべさ。ほら、どうかね。ここからだとリンゴの森が全部見渡せるんだ。綺麗っしょや。案内してるうちに見つけたんだ。景色を見たいっていうお客さんに教えると喜んでくれるよ。そんなに褒められたら照れるよ。私本当にリンゴみたいになっちゃうべさ。汚したら衣装屋さんに申し訳ないからね。すぐに脱がねば。うん、知ってるよ。私のために用意してくれた貸し衣装なんでしょや。あのね、プロデューサー、いつもライブの後片付けしてくれてありがとね。本当かい？一体どこら辺がそう思ったんだろうか。嬉しいね。私、見てる人が幸せになってくれたらなってずっと思ってたから、プロデューサーにそう言ってもらえたら頑張った甲斐があったよ。したっけ？もうちょぴっと上手になったら田舎のばあちゃんたちをライブに招待したいな。
私にも手伝えることないかい？こんな大きなステージなんだから大変しょや。あ、でも今日は楽しかったから、もう少し。ううん、やっぱし何でもないべさ。わかったよ。じゃあお疲れさんでした。あ、また明日って、なんかいい言葉だな。ううん、あのね、また明日ね、プロデューサー。